こんにちは、こんばんは。はじめましての方は、はじめまして。お久しぶりの方は、お久しぶりです。ホビドアです。今回はこちら、アウェイクン、アストラルブレードデモ版をプレイしてみたいと思います。どうで、いきなり主人公の顔面ドアップ。右の子が主人公となっています。今作はダークメルヘンの世界を舞台にしたメトロイドバニア系作品となっています。どうやらダークソウルなどのソウル系シリーズの影響も受けているようです。さてと、セッティングなどをチェックしてから進めていきましょう。あくまでアーリーなね、デモ版となっているので、結構いろいろな要素がまだ入っていないようです。テキストは今回残念ながら中国文と英語しかないので、ストーリーはちょっと飛ばしながらゲームのね、仕組みなどを見ながらプレイしていきたいと思います。グラフィックなどの調整も非常にシンプルな形になっていますね。コントローラーは例によって例のごとく Xbox シリーズ X のものを使用させています。使用させていただいています。ここだとね、ちゃんと LB とか RT って出てるんだけど、ゲーム内だと一部のシーンで R2 とか PlayStation の表記にまだなっているみたいだね。そこら辺はしょうがないでしょう。それとではゲームを開始していこうか。New Journey。厳密なストーリーは見ていないんだけど、異界のような場所に主人公が訪れ、そこで戦闘するようですね。復習していますね。敏感。ああ、で、これね、英語に、この、まだ、英語を追加されたばかりみたいなんですよ、デモ版が。なので、英語の左側がやっぱりちっちゃい。ちっちゃくてよく見えないっていうのがありますね。主人公すごい攻撃早いんですよね、今作。パチパチって光っているのは何だろう、なんか弾けたりとかするのがそういうモーションなだけなのか。光っているタイミングで RB を押すとスキルに変化するようですね。ダッシュがある、無敵時間が発生するかは分かりませんが、スキルの使用による何か、なくなるってこともないみたいですね。ロレッタ。サイラ。これって一緒にいる、なんか魔物か何かなのかな、ソウルパワー、アタック、鎌の能力なのか、っていうか使ってるの鎌なんだね。剣に見えたんだけど。左下 55%、右下 45%、何のことだろう。ロレッタのステータス、HP、エキプメント、ファッション JK。女子高生かな。ポーション3の3、OK。こちらはディフェンス、アタック20、ソウルパワー50、70。セクションフォレストバーン、プログレスゲームタイムなどが出ていますが、はて、何のことだろうか。ダイスラ。コモン、スキルがありますね。これを使って強化していくみたい。ああ、文字すごいちっちゃい。アンロックアビリティ、アブソーブソウル。ソウルを吸収できるようになる。なるほど。これはスキル、アンロックアビリティ、パリー。パリーですね。なるほど、なるほど。パリーとか回避系をやっぱり取っておくた、おいた方がいいですね。あ、ファーストリカバー、立ち上がり、起き上がりですね。これはやっぱり取らないと追い打ちかけられたりとかするので、まあ、こう現在のバージョンだと結構やっぱりアンロックできないところがあるみたいですね。あ、バレットタイムあるんだ。いいね。一時的に時間が遅くなる。珍しいね。こういう 2D 系だとほとんどないんじゃない？いいね。スーパージャンプ。スーパーダッシュ。なるほど。スーパージャンプっていうか、ダッシュジャンプみたいな感じですね。モーション的には。こちら、他の武器用の技もあるみたい。ソード、サイス、剣。こちらが鎌ですね。クロー、ノーマル。なるほど、なるほど。いろいろと追加があるようですね。エキプメント、オーナメントっていうのがありますね。装備品とオーナメントなので、あれかな？アクセサリー枠みたいな感じかな？こちらは、外見が変わるだけの装備かも。ファッション。で、キーアイテムですね。で、ライブラリー、絵文字あるな。絵文字あるな、マップ。Unexplored Route、まだ行っていない、探索していないルート。あ、全部完了したエリアとかってあるんだ。アイテムとか全部取ったってことかな。セーブポイント、今いる場所、空いたルート、などなどがありますね。上ボタンを押すことで、物を取ることができる。お父さんのペンダント？ロレッタの位置とかをこれで把握できるぞと。主人公はロレッタだね。左で見る。バースデーウィッシュ。空中ダッシュは今のところできないですね。ボタン OK。
上にアイテムがあるけど現時点では取れないな。ダブルジャンプなどを入手してから取れるアイテムだろう。ベル、ご覧、今回は飛ばしていきましょうか。どこかに飛ばされてしまう。ご説明か。文字がちっちゃいね。やっぱり青いサークルみたいのが出たタイミングってスキルが使えるみたい。この今ちょっと左にチラッと出てますね。ボタンを押してコンボを発動しよう。 OK。 これでいいんじゃないの。All for more capability to assist Loretta in combat. Try pressing in successful to execute combo attack. 合ってるね。これはまあ技なので別ですが、こいつ一回倒してしまえばいいのかな。知らないけど。お、これはまさかバグったか。いや、ポーションがやっぱりあるね。 Y ボタンでポーションかな。ちょっと待って、これはバグった可能性がある。デモ版だからね、しょうがない。ちょっと待って、一回メインメニューに持ってみよう。これバグった可能性がある。 Hello, This is a ここら辺は飛ばしていくとして、現時点では飛ばせないね。あ、主人公の攻撃音がするので、主人公はあれですね、攻撃、この状態でも、ほら、ピックアップアイテム、この状態でも実は進んでいる。デモ版だからね。で、こっち取って、ジャンプでここ行って、これ取って、で、この子と話して、今度こそ。あ、出ましたね。やっぱりそうだ、攻撃を3回しろっていうのが出てなかった、さっき。おばぐり遊ばされていた、そんな感じがしたので。なるほど、空中でもできるよとね。何？プレイヤーオエルミーズ、ああ、全員倒せ。おっと、あ、当たっちゃうか。コンボ、あ、こういうのが出るタイプなんだ。特定のこう狭い場所だと戦闘が発生してっていう感じかな。閉じ込められて戦闘になる場合はどっちですね。おっと、読めない。読んでる余裕が全くない。This to dash forward while dodging our enemy's attack. Performing a perfect dodge will trigger Hyper Fox during whose time frame enemy attack will be slower. あ、ちゃんとしたタイミングで敵の攻撃を回避することをパーフェクトドッジができると時間がスローになる。さっきのバレットタイムみたいなのあるじゃないですか。あれが疑似的に発生する。ベヨネッタとかから取ったのかな？ベヨネッタシリーズというね、デビルメイクライのようなシリーズがあって、そちらでやっぱり使われているシステムではあったりしますね。敵の攻撃を特定のタイミングで回避すると、まあ時間がスローになるというね。ここあれだな、足場がね、届くかどうかちょっと分かりにくいな。まあまあまあ、あちらは行きたいけど行けないな。うん、取れないや。あ、ここ通らなきゃダメだったんだ。これは何だろう、セーブポイント。よし、強化もここじゃないのかい。強
強化は今回できないか。あ、でも強化できる項目あったな。オッケー。どんどんソウルが溜まっていく。必殺技ゲージのような、なんかゲージがあるんですよね。HP の下？あの下のゲージが気になるね。カメラの動きがグワングワンしますね。こう、こちらで動かせるんだけど。ノート。しゃがみ方がスタイリッシュだな、主人公。今にも飛び出しそうなポーズだ。かなり攻撃がしづらい、あのポーズからは。そんな感じがする。スタイル重視。なんだこれは。ハンクバクリプト。矢印が上に向かって伸びているね。OK。スタイリッシュな戦闘を重視した感じがやっぱりありますね、やっていると。下へ。出ないか。落とされてしまったな。邪魔ですね、右、左側に出ている文字が。ソウルが出ている。アタック、よし、上。左側に何かあったっぽいけど、まあ今回は進めてしまいましょうか。なんだこれは、新しい能力なのか。レッセーワイルドミデルとエゼクトダブルジャンプ。そうですね、空中でダッシュもできるようになった。よし。これはだいぶプレイがやっぱりしやすくなりましたね。足場とかがやっぱりそのダブルジャンプ前提な作りっていう感じがあったので、やっぱりないとちょっとやりにくいですね。お、ボス部屋。後ろの方が弱点っていうことかな。あ、当たんない。スペシャルなんだ、やっぱり。あの、HP の後ろのやつ。まあ、あの、背中のところに当たらないとダメージ入らないね。ポーションの説明が出ましたね。かなり避けるな。ポーションが Y。よし、ポーションすぐ使うな。最近ソウル系のに慣れてたから、もっと全然時間がかかると思ったんですよね、使用するまで。当たり判定がだいぶシビア。おっと。ちょっとね、上ボタンを押してポーション使おうとしてた。あの、最近やったソウル系が上ボタンだったので、癖で。せいで大変よろしくないですね。完全に私のミスです。もう一回行けば倒せるかと思う。これ、ゴリ押ししないで、この意図したタイミング、まあゲーム的にはその攻撃した、このトスンってやった後攻撃しろっていうことなんだと思うんだけど、そのタイミングで攻撃してるとすごく恐ろしく時間がかかるね、倒すまでに。というのも敵の周りにわかるかな、あの、稲妻じゃないんだけど、雷みたいなエフェクトが出てるので、あのタイミングで攻撃できないんですよ。で敵って大体端っこに自分の隙を隠すような位置で、こう止まっているので、こんな感じ、あんまりダメージが与えられない。ほら、端っこに行っちゃうんですよ。なので、ゴリ押しした方がこれはいいですね。戦い方が分かってないわけではなくて、
単純にご利用した方が早いなっていうのがありますね。この戦、こいつとの戦闘だったら無駄に時間がかかってしまうだけで、パーフェクトとか取ったり、いわゆるそのおっと、ちゃんとした戦闘をしたい敵ではないですね。パターンがあんまり隙の作り方がうまくないですね。あまり戦っていてその楽しいタイプのボスではないですね。これはデモ版なのでやっぱりもう少し調整が入ると思うんですが、メニューをチェックしてください。あ、ここでいつでもアンロックできるんだ。まあ初回だから特に説明ないよね。When the enemy is taken down, press to absorb its energy that will bring a maximum path of attack speed. おお、なるほど。敵が倒れた時に RB を押して敵のソウルを吸収しよう。吸収することによって 50% アタックスピードが一時的に上がる。お、これはファッションか？ファッションなのか？ファッションじゃなかった。あれは何？え、ファッションじゃないの？レコード？わかんない。今撮ったものを感覚からしてファッションっぽかったんだけど、違うのかな？ないよね。あ、出ないなら。おお、危ない。どんどん下の方に行こう。これは何だろう。マックスヘルスバイ5。あ、HP の最大値アップですね。なるほど、こうやってあげるんだね。そうですね、メトロイドバニア系としては本当にいろいろ混ざってる感じですね。ソウルみたいなものが入手できて、スキルがアンロックできるけど、ステータスをアップはできないというね。あ、もしかしたらスキルツリーのどこかにステータスがアップするものもあるかもしれない。何に使うのかがわからない。パッと見何に使うのかがわからない。おっとトゲ。おっと巨大な敵が後ろの方に。こいつは、ああ、上がんないかな。押してこないな。してきた、してきた。ダメだ。ダメか、いけないか。背景の区別がかなりつきにくいか、現時点では。色などの使いが全体的に派手で同じような色使いなので、ちょっと違いが見づらいというのはありますね。スキル後にかなり隙が大きいですね。おっと当たってしまう。この3つこうやって配置するのなかなか面白いね。ここに入れる商人か何かか。商人とかじゃないみたい。
口効果。ん？モデルのレッタ。これ、あれか。今説明出てて、多分オンライン要素があって、死ぬと、あ、地面にこういうことを置けますよみたいなメッセージを受けるオンライン機能を入れるのかな。ソウル系みたいな機能に見えた。他のロレッタって出てたので、ほら、ソウルって地面にメッセージを置けるじゃないですか。あれっぽい感じかなと思って。これ回復してるのかな、まあ、ダメージをまだ与えてないのに回復とは一体どういうことなのかという話ですが、セーブポイントは全然見つからねえな。おっとっと、ダウンがわからないね。そういえばパワーアップしてる状態だよね。発動しているんだ、能力自体は発動してるんだけど、どうやって発動してるのかよくわからないね。敵がダウンした時にソウルを吸収してこちらがバフ入るよっていう仕様なんだけど、ダウンが見えない。ダウンがよくわからないね。発動してるけど、あのたまたま発動してるだけ、意図的に発動している感じじゃないですね。スキルをただ単に使っているだけ。要は今の感覚だと、まあ、スキルを当てるとたまに発動してるなという。え、こんなところにセーブ？マジかよ。ちゃんとそういう部屋じゃないのか。OK。ちょっと、上の方に行きましょうか。さっきの石板とは別か。マップ一発で開けるボタンあるかな。右下がありますね。そっちが目的地かどうかは分からないけれど、ここだな。発展がありそうな感じだね。また目が弱点か。ジャンプさせるの好きね。目が弱点っていうか、あの上の方が弱点っていう意味で言ったんですが、いいデザインだ。このタイミングが弱点ということでいいのかな。あのタイミングでまあ大ダメージ与えてねって。よーやるね。もう一回来る。見えない。また来るな。これはあまり攻撃に転じれないな。こいつはでも先ほどのボスと比べればもうだいぶ面白いかな。顔のところの目だよね。あと潰さないといけないのって。目が弱点だから見た感じ。ガードが欲しいな。いいですね。そろそろあの例の死にかけじゃない、あの隙だらけの状態になってほしいなとは思うけど。
ここから右下ね。ソウルはなくなっている？なくなっていないな。あのボスでも使ってるし、バレットタイム本当は持ってた方がいいんだろうな。稼ぎようでもやりたいとは思わないな、この作品で。ザコとの戦闘が致命的にあまり面白くないですね。現時点はという形ですが。あとはそうですね、回避しか敵の攻撃を、まあ、避ける方法がないんですが、その割には、その割には判定がちょっと出が早いんだけど、無敵時間が短い。で、敵の攻撃結構長いんですよね。で、回避後ってちょっと硬直が入ってしまうので、結構移動というか操作にストレスがある感じがありますね。あくまでデモ版なので、まだね、ここからいろいろと修正来ると思うので、ここら辺をご容赦ください。ダッシュしてくるね。ダッシュは横にいないとほぼほぼ避けられない感じかな。そうですね。手が広いですね。こんな感じで敵は連続で攻撃するんだけど、こっちは硬直があるので、まあほぼ避けられない場面がやっぱり発生してしまう。こんな感じですね。あれ、今ちなみに今のはまあ回避していれば間に合ったかな、多分だけど、とは思うんだけど。でちょうどこことかも、あの上から押してくるやつが、あの強いっていうより理不尽に感じるっていうのを感じる。連続でダッシュ回避ができるならいいんだけど、回避した先であれがあるっていうのは、で見えないんですよね、画面で事前に出てるかどうかっていうのは。来てるかどうかっていうのは。なので、まあ、これ多分勝っても達成感がない戦闘ではありますね。勝っても非常にあの達成感がない戦闘だし、これこいつがあの下手するとあの突撃ばっかりしてくると全く勝てないですね。こんな感じでやってくると、まあまあ、まず対処ができなくなってしまう。愚痴ってるように見えますが、ほら今のもこちらの硬直が発生してたので、事前に知る方法がないので、あの非常にストレスフルな感じではありますね。またやってくるでしょう、ダッシュ。ここで出たものによっては死んでいましたね。HP1 で倒した。楽しくないですね、戦闘が。非常にストレスフルな戦闘になっている感じですね。あれ、致命的に、先ほどのボスもそうだったんだけど、致命的にボス戦の作りがうまくないっていう感じはありますね。難しいのではなくて、戦闘が、まあ、プレイヤーがこうするから、じゃあこうすると邪魔だよねっていうのを前提に作られていて、なんだろうな。理不尽じゃないけど、別に難しいとは思わないけど、あれで勝っても難易度が高いから負けてたわけじゃないっていう感じなので、爽快感があんまりないですね。達成感も爽快感も特にない、ボス戦は。あいつ最悪、まあ、あの上から落ちてくるものがなければまだちょっとマシかなぐらいの。チョボス。逃げろね。
かなり後ろに戻されてしまうが、ボスが倒した状態になるのかな。あ、死んでしまった。何に当たったんだろう。あれかな、上から落ちてきた何かに当たったかな。お、ここまで戻されたか。結構近くまで戻されましたね。もっと後ろのセーブポイントのところまで戻されるのかと思ったのだけど、はいはい、スキップで当たると多分即死なので、ちゃちゃっと進みますか。画面がただ強制つくですね、ほぼので、ちょっと進むの待たれと。左側にカメラを寄ってほしいんだけど、左側にいてくれないね。敵が後ろから来てるやつのところにカメラが行っちゃう、よくないね。こういうのって先が見えないと事前に対処ができないので、カメラを後ろのやつをズームするんじゃなくて、主人公の前方のズームの方がいいですね。なるほど。え、何に当たったの俺。え、何に当たって吹っ飛ばされたの。何かトゲか何かがあったのかな。これはかなりストレスフルですね。今日収録している作品で2個目なんだけど、こういう感じの作品。こういう日なのかな、こういう日なのかもしれない。まあやっぱりいっぱいゲームやってるとこういうこともあるんで、あそこアイテムあったけど、まあ無視でいいでしょう。やっぱりそのやっていて感じるのが、そのプレイヤーを楽しませようっていう作りなんじゃなくて、その難しくしようっていうのを考えてて、難しいのを作りが理不尽っていう、ものの一歩手前な作りになっているので、まあ非常によろしくないですね。現状の調整だったら、まあ、うんっていう、やれないことはないんですが、側が綺麗な作品っていう印象が非常に強いかな、現状だと。さっきここで吹っ飛ばされたんだよね。何かあった？何がある？あ、トゲがあるんだ。なるほど。トゲがちょうど主人公が落ちたところに、着地したところに落ちる仕様になってる。で、ダッシュ中、空中にいるとそういうものが当たると後ろに吹っ飛ばされるんですよ。それで落ちて死んじゃう。あれ、変な話、すごい画面がズームアウトしてるときにちっちゃなトゲが落ちる感じですね。まあ、しょうがないでしょう。ここもトゲが落ちたのか。この前もなんか何かに当たって死んだよね。こういう強制スクロール、あーやばい、やらかした。これ強制スクロールの面自体は私結構好きなんですよ。好きなのですが、これはそれですね。あれですね、あいつを待って、こうですね、多分上にも来る。あ、上にも来るんだ。画面がね、ずっと下の方、敵がいる方に行っちゃってて、上何があるのか分かんないんですよね。で、ボス、ボスじゃないけど強敵か。なるほど。これ倒す必要あるんだろうな。あるね。あ、あれの途中って動けないのに攻撃当たるんだ。まあ当たるならしょうがない。演出かっこいいね。ここは英語になってないのか。そんな、
パズル的なね。パズルじゃないけど、ここは。まだ。序盤とのショートカット開通かな。さてと、といったところで、プレイを終了したいかと思います。いやー、うん。やっぱり今やっている印象だと、ステージなどの作りが非常に、忌憚のない意見を言うのであれば良くないですね。途中の雑魚敵などの、広いマップの方、ボスじゃないところは、雑魚敵がポンポンと邪魔になる位置に配置されてるだけで、戦ってて、まあ面白くないっていうのが一つ。マップの形状も、非常にその淡々としている、ただ広いだけ、広い必要性が全くないようなマップなんですよ。ただだだっ広くて、仕掛けも何もなくて、で、仕掛けってその、いわゆるトラップとかだけじゃないんですね。背景がどうのとか、みたいな、なんか動かせるものがあるとかね。敵がこういう感じに配置されてるから面白いよ、みたいなのがあるんですけど、そういうメトロイドバニア系の面白さっていうのが、とりあえずこのデモ版からは感じられなかった。クオリティはやっぱり、画面のクオリティとかは高いんですが、ビジュアル的にはね。UI とか、こういうところはいいんだけど、中身が致命的にセンスがない感じがどうしてもしてしまうのはありましたね。特にボス戦は、初版のボス戦からちょっとコメントきついこと言ってましたけど、敵が背中弱点なのに、必ず背中が、背中に簡単に攻撃できない位置にまず行く。それ自体は別に。で、必ず攻撃後に、雷をまとって近接攻撃がしにくくしてくる。ね、弱点をガードするかのように。プラス、主人公って近接攻撃しかないのに、それをやってくる。さらに隙が少ない。で、攻撃力が少なくてもデモ版自体は主人公の攻撃力は低い。で、隙ができるタイミングはいくつかあるけど、1、2発しか、本当に隙ができるタイミングでだけ攻撃を入れるなら、1、2発しか攻撃ってできないんですよ。そうすると、長期戦になってしまう。なぜこのようなボスの、こんな面白くもない戦闘をするタイプのボスに長期戦を強いられなくてはいけないのかという。2、3パターンしかないんだけど、要は隙を隠すような攻撃ばっかりしてくるから。そこは、かなり、難しさと、やっぱり楽しさというかね、ゲームの難しさ、理不尽さとかを、考えて作られていない印象が強かった。先ほどのボスも、やっぱり倒したけど、全然達成感ないんですよ。難しいボスとか倒すと、ああ、やった、倒せたなんだけど、あいつは、またやったら死ぬか勝つか分かんねえなっていう、ちょっとランダム要素が多いんですよね。地面、上から飛んでくる、落ちてくるやつもそうだし、敵の攻撃の隙もかなり短いし、別に隙が起きればいいってわけでもないですが。で、タイプの作りで主人公の回避がこれでっていう作りの動きじゃないんですよね。これ主人公がガードか何かあればまたちょっと変わるんだけど、あいつ明らかにガードとかがあったらもっと戦いやすい敵ではあるんですよね。やっぱりやってて思うのが、ゲームのこのパリ取ってる前提とかなのかもしれないけど、ゲームの作りとしては現時点だとバランスいかがなものかなという印象が高いですね。本当に側がいい作品。絵に描いたような側がいいだけの作品みたいになってしまってて、ちょっと微妙なところがありますね。悪い作品ではないんですが、その今後良作になるか正直わからない感じの作りでしたね。私、忌憚のないことを言うんだったら、私だったら様子見をするかな。発売直後は。主人公可愛いからやりたいとかだったら全然問題ないと思いますが、メトロイドバニア系の作品で楽しみたいからっていうんだったら、正直他の作品を押すかなっていうレベルの作りだとは思います。とにかく戦闘がストレスフル。妙なところを多分ソウル系の作品の影響を受けて作ってると思うんだけど、正直、っていう感じですね。そんなところでしょうか。ただあくまで今作デモ版なので、今後そこら辺は変わってくるかなという。思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。また気になった方はね、デモ版が好評公開中なので、ぜひプレイしてみてください。といったところで今作のプレイを終了したいかと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私の Twitter のリンクなど貼ってるので、気軽にフォロー&チェックください。では、また次のゲームでお会いしましょう。ホビドアでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。